はい、画像がこのようにして貼り付けられない場合の設定を行いたいと思います。まずツールバー一番左のツール切り替えボタンをタップして、マジックワンドにして、続いて先ほどの反転部分のツールバー右上の黒いボタンの右から2番目の反転ボタンを解除させます。そして続いてツール切り替えボタンをタップして、化粧を選択をタップして 消したい部分のところをこのようにして消します。あまりサイズが大きいと他の部分まで消えますので、サイズはできるだけ消したい部分のところの大きさの状態を把握しながら設定して消してください。はい、このように終わりましたら、再度画像を取り込みますので、レイヤーボタンをタップして、カメラボタンをタップして、さらに画像を選択してください。そして先ほどのようにキャンセルの左側のオフをオンにして、で、このようにして完了ボタンを押して、そして今取り込んだ画像のレイヤーをタップして閉じます。続いてツール切り替えボタンをタップして、マジックワンドをタップして、反転を押します。そして消しゴムを選択して消したいと思います。